皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はい、ちゅうことでね、もうわかるでしょう。ん、クロートリスナーのケイラならわかるでしょう。クロートガンダムガンプラファンのケイラなら、もうスーパーガンプラガンダムマニアのケイラなら、百戦錬磨のケイラならわかるでしょう。この俺がね、何をこするのか。俺ごとき、ね、あの浅はかな人間の考えだと、もうお見通しでしょ。スケスケでしょ。もうパンティーつけて目こつり見えちゃってるんでしょ。そうだよね。やべえ、また、やべえ、またやっちゃったよ。またこの、にわかを叩くようなこと言っちゃった、また。だから癖になっちゃった、癖になっちゃった。これ台本書かなきゃダメだな。俺台本書かねえんだよ、いつも。台本書かねえ一発で撮れたから、その時思ったこと言っちゃってるから。うん。このにわかは叩かないって決めたんだ。うん。もうあのね、クロートもにわかも、大事なお客様だから。うん。やっぱりね、リスナーさん、プラキシーさん50人ぐらい減りましたね。うん。多少帰ってきたんだけど、昨日の動画で多少帰ってきたんだけど、やっぱ50人ぐらい減りましたね。うん、クソニワカがいなくて、クソニワカじゃない、ニワカがいなくなっちゃったからね。うん。まあ、ニワカ帰ってこい。帰ってこい。うん、下着みたいに帰ってこい。帰ってきて、学べ、俺のチャンネルで。うん。ニワカも、0.1 円だし、クロートリスナーも 0.1 円だし、同じ価値だから、ね。うん。帰ってこい。はい、ってことだよね。何をするのかというと、このズボッピュですね、ズボッピュ。うん。で、このキットね、もう古くてね、1999年の HGUC 最初期、ナンバー009ですね。うん。1番がガンキャノン、2番がギャン、3番がザクスリーカスタム、4番がケベレー、5番が100式からの6番目がこのズゴクだったんでね。うん。で、ね、このズゴック、価格聞いてびっくりした。700円ってね。うん。ちなみにこれ、初回版だから。勇者正しき初回版だからね。うん。すごいね。何十年 ?23 年積んでんだよ、俺。バカか買うんじゃねえよって話だよ。うん。で、何がすごいって価格だよね。700円だよ、700円。うん。まあ大体当時の HGUC って、1円戦争ものが、まあ、800円ぐらい。で、まあ、ゼータ系が1000円から1200円みたいな感じで。うん。その中でも一際安いんだよ。うん。このズゴック、ズボッピと、ジルが、なぜか、クソ安い700円っていう。うん。700円だぜ。うん。後々のことを考えても安すぎでしょ。うん。ただ、このね、ズゴック、ズボッピュ、すんごいボリューム不足だし、うん。まあ、なんつうんだろう。いつのタイミングのズゴックなんだろうっていう感じのキットで、うん。ゲーム、のズゴック？少なくともアニメのズゴックではないんですよ、絶対に。こんなんじゃないんだよ。うん。で、まあ、俺が言いたいのは、もう、戻れないよね。絶対に、この価格帯には。だって700円だよ。だいたい800円じゃん。この小型っていうかコンパクトな HGUC って、だいたいゴッグとかさ、あと、まあ、グフの最初のやつとか、うん、だいたい800円、ギャンも、ガンキャノンも800円なのに、うん、なんでこいつ700円なんだろうって、すごい疑問だった。自分もだけど、でもさ、もう、もうこの700円はおろか、800円にも戻れないですよ。今後700円、800円の HGUC なんか絶対出ないよね。うん。でもこれすごいよね、700円って。安すぎだよな。ちょっと開発してみましょうか。うん。実はこれね、僕3体目なんですよ、買うの。これが最初買った1体目、2体目、3体目ってことやね。3つ持ってるんですよ、僕。うん。なんでこんな安いんだろうね。あ、ちなみに、ズゴックってこの初回版と、シャア専用ズゴックになってからでちょっと変わってるの知ってた、みんな。このポーズが取れるように、関節が一部改良されたんですよ。バージョンアップされたんだよね。シャア専用ズゴックから。で、シャア専用ズゴック以降は、こっちも同じ関節が使われてるから、この初回版、ほんと最初期のこの初回ロット版って、ここの関節がね、後のやつを動かないんですよね。うん。だから、組み比べてみるのも面白いかもしれないね。うん、組んでないけどね。まあ、そんな感じで、なんつうの700件でさ、俺これさ、本当に、何のズゴックなのっていう感じでさ、
ほんと見慣れないぞ、ごっくこんな感じで、パーツ少ないんだよ。やっぱ700円だけあって。色分けはまあ、完璧なんだけど、ただ合わせ目がすごい。合わせ目がすごい。めんどくさい。消すのはね。うん。ほら、初回版。初回版ですよ、ほら。でね、この子、アンカイが1400円っていうのを考えると、アンカイがズボックの2倍ってすごいよね。1400円っていうね。うん。で、やっぱね、このズボックも、HGUC のズボックも、ね、HGUC のズボックも、RG のズボックも、違うんすよね。全然、俺の中だと、ズボックの印象が全然。俺の中だと、144分のズゴックって、メイキット不在ですね、今。うん、この、HGUC からカウントして、うん、メイキット不在の状態ですね、今。うん。結局ね、ズゴックもね、なんか、HGUC はちょっとそのまま大きくしたような造形なんですよね。うん、こんな感じで。ほんと HGUC はちょっとでかくしたような感じで。うん。結局ね、劇中のズゴックを、筒がなく、完璧に再現してるのって、結局キューキットだよね。キューキットの100分の1が144。うん。結局、こいつが一番、劇中に近いっていう現象が起きてますね。これ一番劇中に近くない？どれが一番いい？もう、問答無用で真ん中じゃない？うん。ってことはね、リバイブズゴックいつ出ますかね？リバイブズゴック、君たちがね、RG ズゴック買わねえからね、当時バンダイさんがズゴック売れねえ、ズゴック売れねえって愚痴っててさ、そのおかげで出ねえよ。うん。ほんと、ケイラのせいで、ケイラがズゴックをね、RG ズゴックを買わねえから、出ねえんだよ。あ、ズゴック売れねえんだ、つって。うん。もうほんと、HDUC、これ最初期のキットだからね。うん。でね、今これ1000円、これ700円だけど、値段倍になってもいいから、うん。値段倍になってもいいから、ちょっとボリュームをちょっと増やしてほしい。うん。グーがそうだったけど、グーも結構最初期の方だけど、800円だったんだけど、リバイブが1500円で倍近くになってるんだよ。まあ価格の、まあ、原油の価格高騰とかもあるんだけど、材料費。うん。あとまあ、関節の構造とか色分けとかで、高くなってるんだろうけど、ズボック、1400円出すから、2倍の値段でいいから、もうちゃんとしたの作ってほしい。もう決定版っていうのもさ。うん。HG も微妙だし、RG なんてなんだかわかんないしさ。うん、もう決定版のズゴックをね、今のバンダイさんの技術で、うん。リバイブ HG ズゴック。頼むぜ、ほんとに。うん、もうズゴック大好きなんだから、俺。はい、まあそんな感じでね、ズゴックのリバイブ待ってますと。で、このまだ700円のキットが出る日なんてもう来ねえってことをね、うん。まあ言っときますね。はい、ってことでね、プラグインしてバイバイ。